メインシステム戦闘モードを起動します。異常警報。所属不明機の侵入を確認。各ブロックは迎撃態勢に移行。発見次第破壊せよ。壁面部のエネルギー供給装置を破壊すれば少しは時間が稼げると思います。この作戦、エネルギー充填完了まで一部破損、供給ルートを変更、発射時間修正します。目標クリア。システム通常モードに移行します。そうか、失敗か。これで我が村雲も終わりだ。所詮駒は駒にしか過ぎんということか。